あなたが出てきたところで一体何ができるというの？主様を抑えるので手一杯のあなたに何が？そうやって人の形の写し身を作るのが精一杯なんじゃないかしら。勝てる見込みはないのになぜ？勝ち目がないのは分かっているわ。とお粗末だったけれど、今のを回線の矢合わせと思っていいのかしら。ええ、構わないわ。私の存在をかけてでもケイちゃんだけは助けるつもりだから。ずいぶんとバカなのね。どう考えてもそれは無理。先に消えるのはあなたでしょ。あなたが消えてしまったら誰がその子を守るというの？ですが姉様、これではさすがに。いいじゃないの、やらせてあげましょう。ここで自滅してもらえるならそれはそれで。けれど姉様、私たちも。構いはしないわ。減った分はニエの血が癒してくれるんだもの。ねえ、
そんなこと言わないで。でも、欲しいの？見逃してほしいの。あなたのそのニエの血の流れる体と引き換えに。あら、どうしましょう。お願いだから。でもね、あなたのことだけじゃなくて個人的な恨みもあるのよ。八つ咲きにしても飽き足らないぐらいの。だからやっぱり許してあげない。あなたのようなバカを指して言うのかしらね。飛んで火にいる夏の虫。しましょうか。私にだって慈悲はあるのよ。そうね、これぐらいなら楽に行けるかしら。今の悲鳴は何事だ？中に何かがいるのか？鍵か。どうする？壊して踏み入るか？
鍵を開けたら横に引くんだ。この太刀を舐めてもらっては困る。この糸は百蛇を除き狂気を払う霊刀。たとえ霊体であってもただで済むとは思わないことだ。それは鬼切り部の。私の名は千羽うずき。糸の太刀を担う千羽刀の鬼切り役。ふーん、あなたが。前からそれほど立っていないのにもう代替わりしているのね。人の寿命はそう長くない。それほどがどれほどかは知らないが、100年生きる人間は稀だと覚えておく。知っているわ。人間の脆さなんて嫌になるほど。病にはかかるし、すぐに死んでしまうし。そう思って人を侮るのなら、つまらない小細工はよしてもらおう。言っておくが、私はその程度の邪視なら無効化できる。あら、それは残念。だけど侮ってなんかいなくてよ。その太刀の持ち主にはずいぶんお世話になったもの。前任のお役目から受けた借りまであなたに返してあげたいほどに。それであなたも私たちを封じに来たの。だとしたら今回はやけに対応が早いのね。私がこの地に来たのは別件を追っていてのことでね。とはいえ、人にあだなす怪異を打つのが我ら鬼切り部の使命。千羽刀東大の鬼切り役としての務め果たさせてもらおう。潮時でしょう。そうね、所詮は遊びで来ただけだし、なんだか興ざめしてしまったもの。ニエ
生の血を諦めるのは残念だけれど、大事をとって引きましょう。では、ごきげんよう。いや、まだだ。え？彼女も人間ではないのだろう。あなたの信頼を得るための偽りではないという保証は？そんなことないと断定できるほど、あなたは彼女のことを知っているのかい？それは。ケイさん、そこをどくんだ。どうしても？どうしても？そうか、ならば仕方がない。私は鬼を斬る者、その邪魔をするならば人とて許すつもりはない。